ダーテレビプイプイ、モルカー、プイプイ、モルカーは、日本のテレビアニメ作品。テレビ、東京系列、金、ダーテレビにて2021年1月5日から同年3月23日まで、毎週火曜日に放送された。モルモットの車、モルカーの日常を描いた、ストップモーションアニメであり、作中には、羊毛フェルトで作られた、モルカーやジオラマ用の人形が登場するほか、 実写の人間が登場する場面もある。短編ストップモーションアニメの制作で知られるミサトアサ、のぞみが監督を務めており、同作が初めてのテレビシリーズの監督となる。ミサトは公式ウェブサイトのインタビューの中で、これまでは基本的に自分一人で制作してきたが、全12話のテレビシリーズということもあって、初めて複数人で制作したことを明かしている。本作の制作には、 ポプテピピックに参加した小野花らが参加した。ミサトは前日のインタビューの中で1本2分40秒という決められた長さの中で物語をいかにして展開するかについて思い悩んだと振り返っている。また今後様々な種類のモルカーが活躍してほしいという思いから回によって主人公が異なるオムニバス形式が取られた。制作にあたっては ストップモーションならではの手作り感のある手法も取り入れられており、例えば劇中に登場するこの葉は、ゲートで作られたほか、ビームや爆発は、懐中電灯と綿を組み合わせている。撮影に使われた、モルカー人形の実寸は、ジオラマ人形の大きさから逆算したサイズで、平均で横幅が 6cm、高さが6から 7cm、奥行きが9から 10cm となっている。 羊毛フェルト製の表皮の内部には足や耳のポージング用に針金が仕込まれている。現実世界の車がモルモットになったというコンセプトで制作されている。モルモットの車というアイデアは監督のミザトがモルモットを飼っていたことや2019年ゴロ煽り運転が話題になっていたことからもしも車がモルモットなら癒されるだろうと考えたことに由来する。モルカーは 人間に刺激される存在ではあるものの意志を持っているという設定があり、ミサトはインタビューの中で人に流されやすい社会に対して自分の意志で行動することの楽しさや大切さも伝えたいです。と話している。視聴者が感情を想像できる余地を与えるため、モルカーはモルモットらしさを第一にデザインされており、記号的ではっきりとした顔の表情はない。モルカーには セリフがなく、代わりに収録された本物のモルモットの鳴き声が用いられている。また、作中の世界観に現実味を与えるため、モルカーの車内にいる人間の場面は、人間を駒取りするピクシレーションという手法で収録された。制作には約1年半がかかっている。当初は20から30分程度の中編映画として考えられていたが、 エグゼクティブプロデューサーの杉山昇の提案により、テレビシリーズとして制作されることになり、その後、金、ダーテレビでの放送が決まったため、番組に合わせ2分40秒の差しが決定した。名作映画へのオマージュが散りばめられており、インタビューでミサトは、ワイルドスピード、インディ・ジョーンズ、ミッション、インポッシブル、バックトゥ・ザ・フューチャー、メガシャーク VS メカシャークを挙げている。 モルモットの外観を持つ車のような存在。乗り物でもあり生き物でもあるため、見た目から性格まで様々。表情を変えたり、泣き声を発したりもする。人間を中に乗せることが可能で、ハンドルによる運転も行えるが、モルカー自身の意志で自由に動くこともでき、乗員を勝手に下ろしてしまうこともある。足は車輪のような丸い形をしているが、 車輪軸に見える部分は単なる模様で、足の付け根は上側にあり四足歩行のように走る。ドアミラーに当たる部分は耳になっている。また、目をつぶり車内の様子を覗くことができる。ドライバーは窓から乗り込む。実際のモルモットのように食事もするが、食べたものが車内に溢れたり、反対にドライバーも含めた車内のものを排泄することもある。劇中に登場する図鑑の モルカーの誕生という項目には、大昔、マンモスと同じくらい、大きく、穏やかな性格を持つモルモットが生息しており、人間たちを背中に乗せて、遠くへ連れて行ってくれるなどしたといった内容の記述がある。性別があり、ポテトとシロモとアビーは男の子、チョコとテディは女の子。モルカーの数え方は、大。メインモルカー働くモルカー。公式キャラクターブックでは仕事をしている。 働く、モルカーとして区分されている。下記のほかゴミ収集モルカー、ポストモルカー、タクシーモルカーがいる。その他のモルカー、公式キャラクターブックでは、蒸気以外の、いろいろ、モルカーとして区分されている。下記のほか寿司モルカー、ヒマラヤン、ジーニー、ローズ、テンテン、チョコミントも紹介されている。このほか、公式サイトお楽しみ、ページ、 モルカースタンドでは本編に登場するすべてのモルカーの名前やプロフィールが公開されている。公式キャラクターブックではポテトのドライバーをお姉さん、シロモのドライバーをお兄さん、アビーのドライバーをお母さんとオタク、テディのドライバーをポイステドライバー、DJ モルカーのドライバーを迷惑ドライバーとしている。ドライバーの他に猫やゾンビなどが登場する。 2021年7月22日より劇場版飛び出せ。鳴らせ。ぷいぷい。モルカーと題し、テレビシリーズ全12話を 3DMX4D で一挙上映。配給は東方アニメーション。数量限定の入場者特典として、キャラクターがデザインされた音の鳴るボール。鳴らせ。モルカーボールがプレゼントされた。 工業通信社の調査による7月24日25日の全国映画動員ランキングで初登場第9位を記録した。当初は2週間限定での公開予定だったが、一部の映画館では延長が決まり、8月6日よりセカンド上映もされる予定。本編全12話を収録し、DVDB d どちらも本編を エンドレスリピート再生する機能が備わっている。2021年6月16日発売。ディスク1には、テーマ曲及びテレビアニメ各話の本編音源を、話数ごとに収録。ディスク2には、本編で使用された約90曲の全楽曲とポテト、アビー、テリ、シロもチョコの、目覚ましボイスを収録。同年3月31日0時には、 CD の発売に先駆け、全世界でディスク1の収録内容が先行配信された。監修、ミサトアサ、のぞみ、新鋭動画同作は子供向け番組のコーナーアニメでありながらも、口コミからツイッター上で話題となったほか、インターネット上では考察やファンアートが投稿されるなどの盛り上がりを見せた。ファミ通の小林白菜は、作品の魅力として、 モルカーたちの可愛らしさに加え、ダイナミックなカメラワーク、起伏に富んだ物語などを挙げており、作品としての完成度の高さがあるからこそ人気が出たのではないかと推測しており、1話あたりの時間が2分40秒と短かったために視聴者が気軽に繰り返し見たくなる魅力につながっていると話している。また、小林はツイッター上での反響が爆発的に広がった理由として、 モルカーが来るまであるがゆえに、様々なファンアートを作りやすかったことを挙げている。教育評論家の小木直樹は、セリフがないアニメで、音楽や、動き、表情の中から、物語性を読み解いていくことは、子供の想像力を刺激する、メッセージは、一言も言葉では説明されていない。教育の視点で見ると非常にいいことと評価し、本作に夢中になる大人に対し、 コロナ禍に疲れた世相の影響も大きいのではないかと分析している。アニメーション史研究家の原口正宏は、モルカーの質感、仕草やけなげな姿、意表をつく、ストーリー展開、ハリウッド映画のパロディ満載の遊び心、優しい飼い主との心温まる交流、軽率で愚かな人間たちによって引き起こされる事件と、毒を効かせた、社会風刺など、 本作の面白さを上げていくと、キリがないが、それらはすべてスタッフの丹念な仕事によって、造形された人形や小道具、舞台などの、そこにある、触ろうと思えば触れる実感という、3DCG では味わえない、ストップモーションならではの本質的な魅力と、結び合っていると評している。複数のメディアからは、視聴者に、ものの見方を考えさせる点が評価されている。本作は、 海外展開されており、台湾では、ぷいぷい天竺ネズミシャシャと題して2021年2月2日から、台湾電子講師で週に32回も地上波、放送されている。また、放送終了後も人気は衰えず、最終話である、第12話が放送された、翌週の3月30日には、モルカー13話などのワードが、ツイッターでトレンド入りしており、 モルカーロスを癒そうとする試みが広がっている。ありがとうございます。